じゃあ勝った勝ったやつがオーディション。勝ったやつがオーディション。最初はグーじゃんけんほい。おい、うん、あー、はい、ここか。くそ。最初はグーじゃんけん。はい。淡島ぐらいは声でもらうって感じ。謹んで運転申し上げる。さあ、ご参の皆様お待ちかね。久しぶりの同期旅行のお時間です。今回の旅行先は、なんとあの、四国、なんか前も同じ所に来てなかったと思われるかもしれませんが、四国って近畿民からすると手軽に旅行感出せるど田舎ユートピアだから、何度でも行きたくなっちまうんだよなぁ。というわけで知らない人もいると思うので、同期メンバーをご紹介。まずは、わなお、てんがん、いかやく。続いて、ぞさん、役員クラスの貫禄の持ち主。黒の組織とのつながり、が噂されたが、実は普通にサラリーマンをしている。でも、メキシコにて麻薬密売人と勘違いされ、取り調べを受けたこともあるので、やっぱり本当は裏社会の人間かもしれない。続いて、ラザール、動画上では大崎さんというかなで呼ばれている。顔が幼少の頃から全く変わらないことから、不老不死説が浮上している。また対人に似ていることから現地では、タイ語で話しかけられることが多々ある。同期メンバー切ってのいじられキャラ。続いてマサラタウン。これまで2から3年ほどずっと、うんこでトイレにこもっており、同期旅行ではたびたび欠席していたが、今回やっと出所した。最後にシマヘル。卓越した思考力、体力、忍耐力を持ち、大企業のブラックな激務を朗々と生き抜いている。だがその有能さと引き換えに神からは、極度のネギ嫌いというアビリティを与えられた。今回の旅行でも、それが大いに裏目に出ることを彼はまだ知らない。というわけで以上6名がお送りする、ドタバタラブコメディ、とくとご覧あれ。午前9時40分、一行は高松港を目指し運転中。ちなみに船の出港まであまり時間がありません。9時40分。Google マップの場所間違えた。1分ぐらい巻いたんですか？ここでじゃあ30分使おうぜ。待ち時間ゼロを目指してるから、ギリギリでいつも生きていたいからやから、シュージと飽き出したいです。俺の胃が痛くなるから、俺の胃が痛くなる。綿密なスケジュールを組んでるわけやな。厳密すぎる。大崎さんそんな分単位の急ぎこのお盆でさ、そんな急がせるなよ。大崎さん全員揃って貴重な旅なんや。大崎さんも俺らのこと好きすぎるから。さて、大崎さんの神つすけに振り回されつつ、一行は本日訪れるカラフロという古来からあるサウナについて話をしています。放送行儀が讃岐に来た時、病気を治すために作った施設っていう。行儀がもう行儀が作ってんの。そうそう、作ってるやん。マジ行儀発生。じゃあ行儀が自分の作ったサウナとかで、俺ガンジーと間違われるんやとか言ってるわけだよ。めっちゃ俺ら目線やん。名前の尺も一緒やん。尺だ。当時中国から船乗って日本来るってやばいね。何回も失敗して生きてんのすごいけど。いやそれなんか失敗してちょっと帰ってるのやばいから。鳥人間コンテストみたいな感じだから。ということで、いきなり記録爆伸びした可能性あるってこと。ゴルフで今何分巻いた？2分押した。押した。マジで？なんで？なんで？やめようか。やめようか。やめようか。いやいや。もう限界ギリギリ来てんだよ。いや限界。確かにな。さて、一行は間に合うのか？40分後。まだいける。あと14分。扉に足挟んでおい、それ電車に入れる。治安悪い。そしたらその先に電車場もある。マンシャ。マンシャが行かれへんわ、大崎さん。もうやめよ。やめよ、もう無理や。もう帰ろ。帰ろな。もう無理やって。マンシャや、もう。もうやれへんやんけ。どこじゃなくて、もうちょい先に散歩。大崎さんの気持ちどうだった？地下駐車場ある。なんとかしろって。もうみんな満車で会ってほしいみたいな。こんなとこ行ったらちょっと待って、おい、こんなとこ行ったら遠い。ここダッシュ。おい、なんでんねん。ダッシュ。もっとゆったりしようや。ギリギリで行きたいよ。ダッシュ。まずダッシュ。あと9分。やばい。大崎さん。大崎や。何を使うんでしたんや。
分じゃなかった。ほら、30分も余裕ある時間にしたの、週も。こんなはずじゃなかった。言えよや、LINE で。言えよ、お前、LINE で、お前。言ったやん。どうか、ちゃんと読むやつじゃないのに。あんなめっちゃすげえ長文書いてある。お前に文句言いすぎやねんな。俺らお前に文句言うさせやねん。いやー長いよこれ。大崎さん信号待ちちょっと入れといてくれよ、スケジュールに。ギリやな。こんな急いでるけど年賀状にしいこう。それは間違いない。俺もよく分かってない。それは分からない。俺も右左右右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 右みんな結構この…あ、これ、あった間に合った。完璧なスケジューリングが早すぎ。一切無駄のないスケジューリング。このライン、このライン超えたかった。連休がすごかった。いや、それな。なんかもう、なんかマラソンのさ、あのサポートの人みたいな。みんなすごいな。え、もうなんか開けました。こうして一行は、なんやかんや耐え、何をしに行くのかよくわからない女木島へと向かうのであった。電気飛んでる。舐めすぎやろ。で、洞窟約30分ぐらい。はいはいはい。彼リーダーで呼んだ戦闘で走ってください。いや、俺に言ったらなんかあるんです。リーダー任命された。鬼を退治してからそっち行ってください。それ退治していいですか、そこの首のこの。そう、それでそっちに。そこに鬼いるから。そこの鬼ね。そこで。うわ、おい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 。いい景色じゃないか。ゼンダガンド。ゼンダガンド選手早くもギブアップ。もし受けて。そっちの体力の方がある。急にだるい発言しだしたこいつ。あかん、もうほんま熱中症になる。ドリンク買ったら。確かにこれで。でも勝ったらって言われたら逆張りやろうぜ。お前そこで意地張んな。お前そこ俺ですよ。冷気冷気、すごいな。寒い寒い。やばい。もはや寒いまであるな、これ。やばいやばい。温度変化激しいな。あ、これバイオ4の村のあれ思い出すわ、この辺の。ここから出られへんね。これスピネルあるらしいね、ここら辺。人の手によって作られたと言われていますってどういうこと？謎なんや。人の手によって作ったと見ることもできる。見ることも。むしろ見ない方がいいって。だってさ、見て一番下にさ、瀬戸内ファンタジーって書いてるからもう全部適当なんや。瀬戸内ファンタジーファンタジーって書いててもう全部適当なんや。タイダーをこういうふうに言い換えてる。タイメー。解説。めちゃくちゃ快適やわ。快適やな。あの警官に対する感想出てこへん。快適。基本に対する感想。いや、正直これ8割の客そうやと思うで。言うて。いや。ガダンガン。ガダンガン。ガダンガ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 ン。レッツゴー。龍門安山玄武岩。龍門安山玄武岩。ガダンガン。ガダンガン。ワンチャンあるやな、方法が。それあの、ワロッシュ、ワッシュ、足みたいな辺で言ったらどれに当たるこれ。まあでもあの、悪くはない。だいぶ評価厳しい。ちょっとサムネ長いなやつ撮っとこ。実は動画出す気やもん。確かに。Vlog とか言ってて動画出す気まんま。いやもう。で、確認したんやけどさ、これは鬼退治できたのかどうか。え、そうなんや。それちょっとな、あの前田さんに問いたださなあかん。だから何をしたら鬼退治なのかだけ教えてほしい。そうだから、でもあの、バトル4人しか出られへんから、俺とユウゾはちょっと馬車で待ってる。お前、ドラクエに忠実にすんのよ。ここぞという時のマシン切り用意。バルブンテ、バルブンテ用意。大崎さんのアートのやつ、全く見える感じがない。まあいいよ、また来る。また来る。いや、モチベ高すぎやろ。俺ら来た瞬間にみんな帰ったから、俺らちょっと身内すぎて気持ち悪かった。気持ち悪かった。冷静に気持ち悪かったかもしれない。分子運動論とか言い出してくる。分子運動論的に激アツ。分子運動的に激アツ、マジ、やばい、あの、F デルタ T が結構エグい。バイス休憩でーす。じゃんけんするか、ここはとりあえずもう。まあまあまあ、一旦じゃんけんや。生地でじゃんけん、じゃんけんポン。じゃんけんポン。はーい。はい、ここでポン。平沢負けた。うわ。でもなんか順当になんかいい感じに負けてるな。なんかすごい牛乳の味するな。そう、牛乳の。牛乳の味する説。めっちゃ牛乳の味する説、牛乳。懐かしの。それ。あ、どうなんですか。ガバガバですよ。大崎さんの顔。
本科は30になってやれるってやっぱ才能あるよ、うん、相当なんかあのしくじってないとしくじってさて、島を十分蹂躙した一行は本島へ戻り、香川の美味しいうどん屋さんに到着。しかし、行列のあまり駐車できず、大崎さんに先に行列に並んでもらったのだった。以下のシーンはパーキング縄張り争いを繰り広げる大崎さんを収めた一部始終である。待ってくれ、あーできるよ、あのプロテスト、あー大崎さん今言いに行った、言いに行ったよっこっちゃってコーションしてる、コミュニケーション能力高い、足りない、足りない、おっとこれは、おっとおっと今ジャン6あって前の人にグループもあるから多分残るのが多分 2,3 玉俺なんで、あ 2,3 玉ね、3人が3分の1ずつ食べて1人食べれないあるな、いやあるでそれ、あるな、まあ一旦その写真を採用してみるか、一回で、一回でそういう設定で設定やんの、私の予想的には3玉は残るんじゃないかなって勝手に思ってってことは、2から3やね、やっぱ、うん、じゃあ順位だけまず決めとくってことあ、でもやっちゃった順位だけ決めよ、これは負けられへん、最初はグー、じゃけんほい、じゃけんほい、最初はグー、じゃけんほい、まあコミュニケーション能力を発揮したラザールが1位、ちなみにあの前に俺2台追い払って強すぎ、強すぎ、3台目やった、業者すぎる、じゃあ6位決めますかまだ俺誕生日やからな、全然関係ない、でもあと3日で誕生日やから、最初はグーじゃけんほい、アイコでボン、アイコでボン、アイコでボン、いやこれでかいよ、ブサワレグー出すわ、俺らあんま変わらんから、ブサワレグー出すわ、うん、じゃあグーじゃけ、どうしよう、天ぷらとおでんは食い放題です、その代わり、そっちの方がうまいじゃん、あれうどんに、変にうどんに固執していきたい、どうでした、え、マジ、え、2玉さ、残りは意外と余りました、巡り合わせで6玉、茶番に終わった、茶番に終わったよ、めちゃくちゃ嬉しい、いや、0玉やったんで、思い出したら家族へ、じゃあこれいただきます、淡路島出身になりましたね、玉ねぎじゃなくて緑のネギがいいです、あー詰まった詰まった、あうまっ、こうして一行はまたもギリギリで生き延び、次に向かうはいよいよ行基が作ったとされる名スポット、カラフロ、果たしてどんなサウナなのだろうか、大崎さんおすすめの、人気のないサウナに来ました、ちょっとでも人がいなさすぎて不安ですね、評価やったら5分の 4.5 おえ、何人が評価したの、40ぐらい、あなるほど、100からやな意地でも認めたくない意地でも認めたくない、あら大崎さんカラフロでは臨時休業8月31日、うわー、やばしやがったよ、やめしやがったこいつ、おいおいおい、ちゃんと調べろよマジで、おいおいおい、はい、先端です、先端ですね、これはこれはやりましたね、これやりましたね、もう何やねん、もうあでもこれ感触もないやろ、これちょっとじゃあちょっと、はい、じゃんけんしようぜ、じゃんけんしようぜ、え、これって目的地、あ、だめ、大崎さんだけ指2本の指スマイルじゃん、あ、いいよ、大崎さんだけ指俺ら指1本で、大崎さん指2本で、いやいや、だからそれあるやろ、じゃあ2本でもいいけど、俺からでいいでしょ、いや、それは違う、それちゃうんちゃう、いやそれはちゃう、その代わり0って最初言って、絶対
何それ意味わからん。ゲームとして話すな、ないみたいなもんやから。大崎さんからやろう。大崎さんからでいいよ。大崎さん日本ないで、大崎さん。大崎さん日本ないで。大崎さん日本ないで。最大なら、伊勢ので5。何やろそれは。いやいや。伊勢ので2。伊勢ので2。はい。伊勢ので1。うわ、大振りやな。これは。伊勢ので1。伊勢ので0。うぇー。大崎さん1やってる。伊勢ので2。大崎さん運転です。指一本やったとこで負けてたから。大崎さん。いやどうせ負けてた。どうせ負けてた。いやただただ負けてたよ。いや。これは神の裁き。この旅おもろすぎる。いやこれだけ唯一これギリギリじゃなかったパターンこれ。ギリギリじゃなかった。ついにギリギリというルール。全然休業してた。初めてな。その時俺じゃんけん勝ったのに結局みんな食えるし何でしょ。大崎さんお前さては企画してきたな。熱い扱いがもう逆張り発動するわ。逆張りめちゃめちゃ温度上げる。きそいっすねお前。逆張りやろうや。はい、ここでサウナ作るみたいなさ。やめろってお前。クソだるクソだる。やめろってお前。そして一行はいよいよ四国の未開拓地高知に突入。晩御飯のお時間です。とりあえずドリンクを食べましょう。じゃあ生でオレンジジュースでいこうかな、今日は。でも今日は毎回だね。今日はオレンジジュースで。そうなの。レイレイ王国。うまーい。これはうまそうじゃない。さすがにこれはさすがにさ、これのために来たっていう。これはうまそう。しかし一行はある重大な事実を忘れていた。あーこれで柴犬が全突然匂いがやばきつい。これ確かに上に全部やばい。これやばい。これ第3次これもうやばかしいな。向こうが置いてほしい。お前さお前全く気づかねえか。全く気づかねえか。忘れてた完全に。どうしたの。めちゃくちゃうまい。一旦ちょっとめちゃくちゃうまい。これうまうまっ。これはもういじめとしか思えない。さっきより真ん中になっちゃった。追加のダブルパンチ。追加パンチオニオンマウンテン。これこれはエグ。ラストラストウェイ。テロリズムやこれ。一旦食うわ。エラザボイクイーンで全身なんだか邪魔。YouTuber でこれ邪魔って言ったら命やから全然全然全然言っとくけどお前 YouTuber やからな。命なんか捨ててなんぼみたいな。クソほじく立ててる。はい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 。やばっ。うまーゲロリンマスターうまそうです。いただきます。うまっうまっこれ。あうまっ。これ史上ナンバーワンセットあるな。これマジでうまっ。大崎くん、そんなわけないやろって言ってみて。そんなわけない。みんな美味しいの。大崎さん、知らんでしょ。普通じゃないっす、大崎先輩。めっちゃうまい、マジで。あげるよ。いやめっちゃうまい。めっちゃうまい。ほんまや。ありがとうございます。想像通りの絵面いただきました。ありがとうございます。これマジでメンタも飛び出る。これも飛び出る。メンタも飛び出る。メンタも飛び出る。ほんまに。いやほんまに飛び出ますよ。メンタも飛び出るっすよこれ。大崎さんメンタも飛び出るっすよこれ。大崎さんいやえ、何やっけ。あ、宮部企画ですか今日は。普通にもうプライベートで。じゃあ下手くそかよ。松尾神でしたラザールって書いてある。はい誰はい誰はい誰松尾神でしたラザール誰ですか。でも大ヒットだよ。
もう大人数何でもあるやん、それしたら大人数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 教育上見ちゃダメな動画も見ちゃダメな動画お茶の中やばい、全て学びの姿勢でねやばすぎ、ありがとうございます、やばいやばい、物いいようやな、やっぱそう、ありがとう、ごちそうさまです、動画で宣伝しておきます、これじゃあ、宣伝しておきます、ありがとう、宮城宣伝しよう、宮城宣伝しよう、ごちそうさまでした、ありがとう、ありがとうございます、お願いします、ごちそうさまです、ありがとう、さらばじゃ、寒い、でも寒い、おら、掴んでやる、あー離れたらあかんからだから、だったら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 どっちだけどっちだけ、いや全然進んでない、全然全然進んでない、それこっちとこっちの意外違いすぎる、怖い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 、エネルギーの無駄遣い感がすごい、しかも効率クソ悪そうよ、水続き立てたらいいと思ってるけどさあ、あれ滑らかに泳がなかった、これラフティングな、これラフティングか、これラフティング、オッケー頑張れーゾーン、さあ伝田関東選手押してもらうのは無理かもしれない、あいつ来い、飛べない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 、結構やばいって、結構やばい、結構やばいやないかい、結構やばいやないかい、一世一代の大イベント、人生をかけた命をかけた戦いが今始まる、ラフティング後サバイバル運転、じゃあどんどんパフパフ、勝ちで勝ちで勝ちが運転ね、勝ち運転で行くぞ、最初はゲーじゃんけん、はい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 、俺グーやった、はい、お互い見合って、もう言うの座った、見合って見合って、運命やわ、最初はグーじゃんけん、はいはい、そういう喜び、なんか今わざと喜びかと思ったけど、いや普通に負けた方やと思った、うまい、現実逃避が故にでもそれは間違いない、俺もよ、いい景色じゃないか、もし受けて言われています、どういうこと、だん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 ネックを上がる、 Vlog だ、これね、ほんまや、いや、全然おっしゃー、頑張れー